俺も親父を。それで海を渡って遠い国から。でもシェンファーの父さんは生きてる。その第一章を飾るのは横須賀。主人公葉月亮の生まれ育った町。ここから物語は幕を開けます。様々なものを目にし、多くの生き物たちに触れ、壮大な物語に溶け込んでいってください。今までに体験したことのないような感動の数々が、自由で広大な世界があなたを待っています。したのはリアリティだけではありません。もう一つの妥協のない追求、それは優しさ。誰もが楽しめるように、自由に伸びやかに楽しめるように、全てがユーザーフレンドリーに作られています。My friend から習ったトルネードキックね。ユーに教えようか。ああ、頼む。OK! You lucky ね! Come on! Music start!
gotta give up. The funky rhythm. まずはステップを教えるね。前にステップ、ステップ。そしてキックね。OK。例えば技一つ覚えるにしても、間違いを指摘してくれたり、コツを教えてくれたりと、本当に丁寧に教えてくれます。OK、very good。ありがとう、トム。No, no, no。こっからが本番ね。え？こうして新たな技を覚え、両方より強く成長していきます。これが本当のトルネードキックね。さあ、両もやってみるね。夜の街を駆けるバイク、ヘッドライトが港の倉庫街を照らし出します。これもあなた自身の操作で簡単に楽しむことができます。要は何を求めて走るのでしょうか。ことなく作り込まれた街、そこには現実の世界と同じく感情を持った人々が暮らしています。もちろん店の中にも入ることができます。店の人々との触れ合いもまたこの街で生きていくためにも大切なことなのです。全ての会話は感情の込められた音声によって行われます。よう、りょうちゃん、いらっしゃい。いつもでいいかい。黒服の男を見なかったかな。さあ、私ちょっと出かけていたから。徹底的に追求されたリアリティ、現れたものはもはやゲームを超えた世界そのものなのかもしれません。興味を引く品々の並ぶ骨董屋、旅行者、寮はどこへ行こうとしているのでしょうか。黒い服の男を見ませんでしたか。さあ、うちには来ませんでしたが。そして少々違和感ありげなバー。
全てが息づき、感動のドラマが生まれるのを待っています。明美さん。あら、珍しいじゃない。この辺りで中国の人を探してるんですが。中国人？そうね。横須賀に暮らす数多くの人々、何気ない仕草、表情、笑ったり泣いたり、人は働き、食べ、眠ります。彼らも確かに自分の人生を生きているのです。そしてあなたとの出会いを待っているのです。それでは、この町の住人の一人、タバコ屋の春さんの一日を追いかけてみましょう。あなたが春さんと会わない日でも、春さんには春さんの生活があるのです。朝の散歩でしょうか。今日はどの辺を歩くのですか。店に戻ったようです。お客さんたちがやってきました。あ、またお客さんですね。でも春さん、居眠りしてます。そろそろ夕飯の買い物ですか。今晩のメニューは何なんでしょうね。そして今日も日が暮れ、店じまいです。春さん、おやすみなさい。また明日。シェンムーに用意されているのは、町や人々だけではありません。いろんな乗り物が用意されています。ここではその一つ、自転車を紹介してみましょう。リアリティの追求、それは自転車も例外ではありません。スピードを出すときは立ち漕ぎになります。もちろん下り坂では漕がなくても進みます。なんだかすごく気持ちよさそうですね。あんたがテリーか。なんだよお前。俺は葉月亮。葉月？シェンムーの世界ではあちこちで様々な出来事があなたを待っています。わけは後で。突然逃げ出す怪しい男、捕まえることができるかどうかあなた次第です。 QTE の成功失敗が物語の行方に影響を与えていきます。さあ、リオは男を捕まえることができるのでしょうか。そしてあなたの物語はどうなっていくのでしょうか。
てめえ。もう逃げられないぞテリー。くそ。ゲームセンターの中、いろいろなゲーム機が置かれています。これはエキサイト QTE、 1回100円。 QTE をゲームとしてトレーニングすることができます。遊んでいくか。こんなところにもちょっとした優しさが配慮されています。これはスペースハリアーですね。他にも懐かしい昔のゲームが楽しめそうですね。何が起こるか油断してはいられません。夜道、突然始まる QT、 絡んでくる酔っ払い、現実の世界でも起こりうる出来事はシェンムーの世界でも起きるのです。うまくあしらえないと面倒なことになってしまうかもしれません。いいだろ、ボーイ。話してて。何するね。 Hey, stop, boy! Oh, why? No, まずいね。ここは、リョウが生まれ育った町。どこか懐かしさを感じさせられます。いつかどこかで目にしたような、記憶の底を覗かせてくれるような、そんな気分にさせてくれる人々や建物がたくさんあります。でも道路で遊ぶときは気をつけるんだぞ。はーい。ここにもさまざまな人々や物がリアルに息づいています。隅々まで行き渡ったこだわりがそこに現実を浮かび上がらせます。あなたも自分自身の目で耳で確かめてください。コーラが飲みたい？どうぞ、自動販売機で買ってください。
してあなたの家でもあります。武術家の家に生まれたリョウはこんなところで育ってきました。リョウは日々修行を怠ることなく続けています。何を重点的に修行するのか、それもあなた自身で選ぶことができます。あなたのリョウはどんな成長を遂げていくのでしょうか。机の引き出しを開けてみましょう。何も驚くことはありません。引き出しや扉はもちろん開けてみることができます。目につくものを実際に手に取ってみてください。現実の世界でできることがきちんとできる。もちろん電話だってかけられます。攻略本に頼らずともあなたの判断で何倍にもストーリーを楽しむことができます。それがシェンムーの世界なのです。そしてこの世界を旅するのは他の誰でもなくあなた自身なのです。これから生まれる物語、それは紛れもなくあなただけの物語なのです。あなたの行く手には果たして何が待ち受けているのでしょうか。シェンムー第一章、横須賀。今、壮大な物語が始まろうとしています。あんたたちも乱亭の仲間だったのか。だとしたら、その技はどうせそれらは偽物だ。